今回のちょっとうるさいな。はい、今はゴルフに向かう前日の車内です。先輩の家に前泊します。はい、あ、やんの忘れてた。どうも、キリングと3番です。お願いします。どうせあんま見えてないから暗すぎ、はい、で、せっかく GoPro も用意して、車の中暇なんで、ちょっと筋肉不動産マンラジオじゃないけど、口ずさむなよあのあれ BGM あのラジオじゃないけど、なんかテーマを決めて喋りたいと思うんだけど、じゃ今日のテーマはまあゴルフでいいんじゃない。ゴルフでいい、ゴルフにしようか。ゴルフ、まあ、僕ゴルフを2019年の3月にラウンドデビューしまして、まあ、これ今1月の中旬なんですけど、まあ、もうすぐ1年、今ベストスコアが116です。で、まあ、あと2ヶ月1年以内に110切る、2020年以内に100を切るというところで、初ラウンドいつだっけ。これはね、ショーの2ヶ月ぐらいかな。そんな早く行ったっけ。もう5月6月ぐらいに行った。ああ、そうそんぐらいだよ。もうラウンド何回ぐらい行った。2回か、うん、いや、その初めてと12月一緒に行ったあれ、あ、全然行ってないね。まあ、ってことで、このチャンネルの中で、まあ、その、まあ、一サラリーマンの僕が趣味ゴルフをやってる風景、上達していく風景を、まあ、お届けできたらなと思います。まあ、だからこれはゴルフシリーズってことでね。ラジオシリーズ、ラジオシリーズ、これラジオシリーズだったな。まあそうだね、ラジオ、これラジオシリーズだけど、まあゴルフ動画も上げていくんで、ぜひ見てください。まあゴルフ難しいよね。いや、むずいよ。じゃあゴルフの、ゴルフの良さを語ろう。あー、まあね、俺そんな語れないけどね。あんまり言ってないから。でも、あ、でも俺楽しいのは、楽しいからさ、行くわけじゃん。うん、思う瞬間は、やっぱ楽しい友達とラウンド回るときね。あ、面白いね。だって1回目もその友達でしょ。そう2回目俺と家族でしょ。そう。いや、ゴルフの何がいいってちょっと語っちゃうよ。うん、まず1時間あるから別に長くなって。まずゴルフって朝早いんですよ。早いとも6時台スタート、遅くても8時台かな、9時台スタートはちょっと遅いかなって感じなんですけど、まあ朝からやるので、前日飲み歩かなくなる。これいいとこ1。いいとこ1。もう飲んじゃうから、飲み歩かなくなる。これ1。で、2つ目、そのゴルフって朝から始めて、どんなに遅くても1時2時には終わるよね。終わるね。まあ、前半9ホールご飯食べて後半9ホールやって終わるんですけど、十分楽しんでもまだ1時2時みたいな、あれいいよね。もう1日の時間を無駄にしない。もうゴルフを始める前の僕だったら、前日っていうかその休みの前日飲み行って、朝まで飲んで寝て起きたら1時2時みたいな。もう休み半分無駄にしたみたいな。でもゴルフやった場合はゴルフやってもまだ1時だね。そうでもその日飲み歩いちゃうんだよね。そう、まあその夜かね。だから1時2時に終わって帰ってまだ4時5時なわけよ。はい、そっからまたいろいろできるじゃん。それが素晴らしいよね。で、まあ、いいと思います。それにね、1日を無駄に、じゃあ充実な1日を過ごせる。まあ、充実感半端ないよね。やばいよね。ゴルフもさ、楽しくやってさ、で友達とか仲間とさ、喋りながらできるしさ、ね、で、3つ目がゴルフ場の飯うまい。うまいね。うまいよね。ゴルフ場の飯ってうまいんですよ、めちゃくちゃ。2回しか食べてないけど。いや、もう僕は去年15、6ラウンド行ってるんであれなんですけど、うまい、まずいとこなかった。うん、ゴルフってさ、すっごい腹減んない。減る。なんでだろうね、あれ。いや、でも歩いて、言うて歩くからね。有酸素だもん。僕らまだまだ下手なんで、そのボールが ちっちゃうんですよね、打って右に左に、ね、結構歩くんで、
すごいお腹も減るし、そう、で、待って、ご飯ご飯しない、3つ目で、4つ目が、ゴルフ場って絶対温泉ついてるんですよ。で、ゴルフで、まあ、気持ちいい汗をかいた後に温泉に入れる、ね、うん、もう、どこのゴルフ場の温泉も最高です。で、いいとこ5個目そんな言った？もう4つ、4つ、だから前日飲み歩かない、1日を中無駄なく充実に過ごせる、飯うまいに、温泉最高で、5個目がこの、まあ、さっきも出たけど、やっぱ仲間と過ごす時間が、これが一番いいかもしれないね。この仲間とか友達とか、まあ、もちろん接待ゴルフとかもあるんですけど、あの本当いいよね。いいね。だからワイワイガヤガヤキャピキャピしながら仲間と、キャピキャピはしないよ、おっさん3人で。まあまあそうね、おっさん3人で俺がキャピキャピするね。だいぶするね。するでしょ。で、仲間とやっぱ過ごせる時間っていいじゃないですか。おいたしうるさいな。うん、やっぱ仕事も違う、この、まあ、勤め人の仲間と何の気なしにはしゃげるっていうのはいいよね。いいね。喋りながら、そうだね、まあ、ふざけた話も仕事の話もいろんな話しながらできるんで、言っちゃえば大自然でそれやってるからね。やっぱなんか子供の頃思い出すような感じだよね。そう、自然な場所ですか。そう、そうで、これいいとこ6、うん、よくいいこと言った、うん、あのもうね、ロケーションが最高、最高だよ。もう気持ちがいいんですよ、やっぱ山で、ただその開けてるから、うん、ゴルフ場ってすごい景色もいいし、うん、四季を感じれるんですよ、うん、もう去年僕は春から始めて、お花見とか桜満開も山でゴルフ場で見たし、紅葉も見たし、最高なんですよね。で、いいとこだな、ごめん、めっちゃあるよ、あるよ、もうこれゴルフの良さを届けたい。全然下手なんですけど、ゴルフの良さ、1時間で足りる、1時間しかないよ、カズヘちゃん、いけるかった、ならいいけど、あの、ゴルフはゴルフを趣味にすると旅行が楽しくなります。特に海外旅行、その僕結構そのリゾートに旅行行くことが好きで、まあ、バリ行ったりとか、プーケット行ったりとか、グアム行ったりとか、まあ、いろいろいろんなところ旅行行くんですけど、そのリゾートゴルフができるんですよ。意外と1日海に入ってることとかって結構きついじゃん。朝から晩まで、まあ、きつい2時間ぐらいだいぶつらいもんでしょ。で、買い物も別にそんな長い時間しないし、しないね。で、リゾートゴルフ行くと、まあ、だからその朝からやって昼過ぎに終わってもまたそこから買い物も楽しめるし、すごい充実するの。しかもリゾートゴルフってやっぱ海沿いのゴルフ場ってめちゃくちゃ気持ちいいわけよ。まあ、僕ら結構その、あの山っていうかね、丘っていうかによく、ね、関東近郊の行くんですけど、リゾート旅行が楽しくなる。はい。まだリゾートゴルフしたことないでしょ。したことない。じゃあ行こう。してみたいな。それの動画も絶対撮りたいから。これ別に行けんの？これいや、お金払うんじゃないかな。取るんだよ。取れちゃうね。え、さ、厚木ドリルいいんだよね。あ、見る。通行券をお取りください。カズくんちは、てか言っていい？何？あと16分で着くよ。あっち。それでかいの。まあ、てことで、ゴルフを趣味にするのはすごく僕はいいと思います。めちゃくちゃ。勤め人の人が。話の話題にはなるし、なるし、職場結構いるもん。あのゴルフを始めてこのプロの凄さがすごくよくわかるよね。そうだから俺もさ、ゴルフのさテレビとかあんま見なかったけどさ、見ちゃうよね。すごいこれみたいなね。見ちゃう。もうね、俺ねずーっとインスタとか YouTube で、あのゴルフのスーパープレーみたいな見てんの。これ、ね、タイガーウッズやべ、すごいわ。カズくんも見てたらなんか叱れるのかとかすごい。だからカジサック、カジサックの YouTube の動画とかも見てる。あ、俺それやばかった。あれやばいよね。あれマジで、あの自己診断した時ベスト72とかね、とかね、すごかったマジで。横浜青葉だっけ、俺のでしたっけ、川崎なんとか。横浜町田愛市インターチェンジです。まだ何だ、まだ先、まだ 8.1 キロ先。あ、全然あるか。
そう、そんな感じで、ゴルフのこの、あ、もう一個いいこと思い、分かった。8個目、ゴルフの8個目、いいところ。何？ゴルフやってると、プレゼントに困らない。ああ、それはね、あるよね。ね、クリスマスにその一緒にいて、一発プレゼントくれたんですけど、ゴルフボールくれたよね。すごい女子みたいなことしちゃったよね。みんなにプレゼントみたいなね。ゴルフボール、普通に嬉しいし、僕も他の先輩の誕生日プレゼント、ゴルフウェア、ダウンジャケット、キャロウェイのあげたり、なんか、それ趣味だと、しかもゴルフのやつって、いいものが多いから、ね、プレゼントに困んない。いい、ちょうどいい値だよね、多分ね。シャツあげるとかでもさ、そう8000円とかさ、1万円とかするじゃん。そう安いの 4,000円で買えるしね。すげえ高いわけでもないし、仲いい友達とかあったらそこらへんさ、買ってもいいしさ。分かる。なんかさ、今度さ、ちょっと暖かくなってきたらさ、旅猿わかる？東のカメラもそう。旅猿ってみんな1位とか2位とか書いてある T シャツ着てんの、色違いの、ピンクとか黄緑とか青とか、みたいな感じさ、ゴルフウェア作ろう。だからこの間 T シャツが、それは別に違うもん。ゴルフウェア作ろう。で、いろんな人と回って1枚ずつ配っていこう。だから俺1ね、2ね、で多分最初カズ君と行くから、カズ君3で、どんどん増やしていこう。なるほどね、3まで行くかってこと、ね、そう、YouTube チャンネルのウームゴルフで、プロバトってあるのね。小賀美穂と、ああそれなんか言ってたんだ、芸能人が戦うみたいな感じで、俺とその、一般、面白い経歴の一般サラリーマン、あーなるほど、対決みたいな。はい、面白くないですね。それで T シャツ配って、そう何までいかない。だから俺が負けたら、その T シャツただ、俺が勝ったら、その T シャツしっかり買ってもらおう。それはもちろん。その人に買ってもらおう。多分、どうせ3000円くらいでしょ。いいね、もちろん。いいね、企画できた。ナイスナイス。いい企画が思いつきました。それ今思いついたんですか？今思いついた。天才じゃん。天才かもしれない。ちょうどあと2キロで着くし。シャワー浴びていって、しかもこのパジャマみたいな感じなんで、もう髪の毛もあれなんで、なんか書いといてね、テロップ、やる気のね髪型だなみたいな。見えないから。暗すぎて。でも言うて23歳ですな。ほんと8分ですけど。じゃあここらでちょっと、じゃあ一回切りますか。音楽流します。じゃあどこ切っていい？音楽流してもらう。そう。ETC はですね、ETC はありません。あ、ここか。あ、ね、ちょっと覚えておいてやらせて。これ多分最後の不登校だね。あ、じゃあ、はい、じゃあこの辺で、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ありがとうございました。気をつけて。満たされないよ、仲間と夜まで俺遊んで、どっちだこれ。横浜じゃん。え、こちらでしょ。こちら。ああ、右分岐を左方向に、片手持つヘネシー。前の話だけどさ、どんだけヘネシー飲むね。ほんまな。いつもヘネシー飲むんだよね。
ぜ夢見た光景。左ね。おーめっちゃ左、これ左。場所から聞いた。このロケーション。夢に見たシチュエーション。俺たち照らす iPhone。昔じゃありえないよ。ダイヤモン風で遊ぶ今日もこのキャッシュロー空に出されないよ、hey, hey, hey.